おはようございます。マサ46494です。今回はマサラジ第62弾、今見たんだけど、62弾やっていきたいと思います。で、今回はですね、一瞬浮かんだのが、ダーツのことと、とりあえずダーツのことを話しましょう。最近ダーツに行きまして、前々からじゃあ勝負しようかって言ってた子がいて、その子とダーツ勝負をしました、最近。で、結果は大勝利、イエスって感じで勝ちました。はい、ということで本当に多少はちょっと大人げなかったっていうのと、いや、マジでやらないといけないので、言うて勝ちましたよ。ダーツね、言うてそこまでね、最近っていうかずっとやってなかったので、ちょっと勝てっかどうか分かんなかったんですけど、勝ちましたわ。だってね、ゼロワンとクリケットとカウントアップかな。基本的にその3種類やって、クリケット結構得意かな、言うて。ゼロも得意なんだけど、その2つに関しては結構、駆け引きもちょっと入ってくるので、そういう駆け引き系とかって結構得意なので、駆け引きと、あとプレッシャーかかる場面とか、結構そういうの、大好きというか、慣れも多分あると思うんです。その2つがちょっと要因かなと思います。あと、基本的なカウントアップはそこまで、コントロールできなかったかなっていうのはあったんだけど、もうちょっとね、コントロールできれば、さらに安定して点取れていけるかなと思ってるんだけど、パーセンテージ的にブルーを狙って、3本投げて1本確実にブルーが当たるレベルまで到達すれば、ある程度安定したそこそこな得点は取れると思ってるんだけど、そこまでまだいけてない状況だから、そこの周辺狙っていくと安定しないから、得点率が下がっていくっていう。だったら3連狙いの、俺の場合は19とか左斜め下あたり狙うのが結構好きで、そこのトリプルとかその辺狙うの好きなんで、だから本当にクリケットとかもそこを結構最初に攻めていくところだね。だからそこ相手に締められなければ結構そこで得点できるしっていう。昔は結構20かな、20狙ってて間違ってブル当たればええやっていう、そういう考えだったんだけど、あとまっすぐ真ん中を狙えるように練習してたんだけど、最近っていうか考え的には、真ん中ブルー狙いと、あと四隅というか、左上斜めとこっちみたいなを狙ってます。3連やらその辺周辺を当てられるようにっていう、コントロールできるようにっていう感じかな。ということで、勝利に終わったので、誰かやりたい方がいらっしゃれば、どうぞ挑戦してみてください。
まあ、それまた挑戦受けたらちょっと練習しないといけないよね。あの前立つ欲しいな、普通に買おうかなと思ってます。まあ勝利記念。はい、まあ、てか誕生日近いんで誰かください。めめしいけど。はい、あでも結構種類あってダーツにも、まあ、好みもあるんで、ちょっと難しいけどね。はい、まあ、ダーツのお話ですね。あと何の話しよっか。あでも最近というかここ2日間で酒全然飲んでなかったんだけど、その1年間とかその結構長い単位で普通に酒飲んで、まあ美味しいなーっていう感じでしたね。久しぶりに飲んで、もうそ全然酔わないんだけど、まあややテンションが上がりつつみたいな。最初の一杯で飲むのって梅酒も、まあ、好きだけど、ハイボール系頼めばまあ間違いないなっていうイメージで飲んでます。ハイボール、ジンジャーハイボールとか、ジンジャーハイボールは間違いないかな、あれば普通に飲んでるっていう。あと梅酒ロック、梅酒ジンジャーとか、ね、梅酒とジンジャー割れて結構美味しくて、何対何だろう、4対1ぐらい、1梅酒のロックのジンジャー4ぐらいとかが美味しくて、やってくれるところは結構やってくれます。やってくれないとこあるんだよね。もう梅酒とジンジャーって普通あるやんみたいな、他のジンジャー割りあんの、まあ、別にプラス料金になってもいいんで、ジンジャー割り、まあソーダ割りあるんだけど、ソーダ割りあるんだったらジンジャー入れてくれよみたいなね。だからなんか前ダメですって言われたところでは、じゃあジンジャーエールと梅シロップ頼めばええやんみたいな、そういう話になって、あとジョッキ、空ジョッキ1個置いとけばええやんみたいな、そう調合すればいいじゃん自分でみたいな。あ確かにそうだなと思って、そうですね。お腹減った。うん、そう、今日久しぶりにマック食べようかなと思います。マックって好きなのって何食べるって言われた時に、結構優柔不断な性格なので結構悩んじゃうんでね、何食べよう、これとこれあるけどどっちにしようかなって考えて、もう本当になんか食べる想像とかもしちゃって、食べた瞬間にどういう感情になるんだろうっていうか、よくまあそういう風なイメージ、食べてあれ飲んで飲み込んだその時のみたいな、どっちがいいだろうみたいな、例えばダブルチーズバーガーとフィレオフィッシュの二択を悩んだ時に、どっちが食べた後幸せな気分になってるんだろうかみたいな、そういうのちょっと考えつつみたいな、幸せな気分とかってまあイメージ的にはそんな感じで考えて、どっちがいいだろう、まあ結局な第一印象でこっちがいいかなってさらって思った方に行くんだけどね、どっちかって言ったら、まあ、あとなんか食べるものといったら、なんか基本的にこれが好きだから、コンビニとかスーパーとかドラッグストアとか行った時に、あこれいつも食べてて間違いないものを選択するっていうのが普通なんだけど、たまに全然新しい新商品とか、これ食べたことないなっていうのを発見すると、それに結構挑戦しちゃうっていうのはあります。なんだろうね、それは食べてみて新しいもの好きなのかな、なんか興味持ったら食べちゃう。一度それであったのがゴマポッキーっていうのが昔あって、なんか
いつもポッキーだったらスタンダードなポッキー食べるんだけど、その上の方に新しくごまポッキーっていうのができてて、なんだろうこれ、ちょっと食べてみようみたいな。別にそこに健康を求めてないんだけど、食べてみて、それが最初クソまずくて、何これと思って、多分普通のポッキーの味をイメージしてって食べたからあれだったんだけど、で普通の人ってそこでクソまずいって思ったら食べるのやめるし、次からごまポッキーとか買おうと思わないんだけど、きっと、まあおそらく普通はそうなんだけど、俺結構食ってクソまずいなと思ったやつをとりあえずもう一回買ってみてっていうのをしてみて、まあクソまずいんだよ、クソまずいから分かってるけど、でそれを結構継続して食べていくと案外これいけんじゃないかなって思うようになってくるっていう。ごまポッキーって免疫ができてくんのかな、そのまずい免疫というか、案外、あ、そのまずい中にも、あ、この部分素敵やんみたいないいんじゃないここみたいなのがちょっと芽生えてきて、あ、好きかもみたいなそんな感じになる時があります。そうで、まあ今ごまポッキー食うかっていうと食わないんだけど、まあそういうことがある、なんか生まれるみたいな、ちょっと面白いよねそれね。はい、ということで、まあ、12分ぐらい経ってしまったので、今回のマサラジ62弾はこの辺で終わりにしたいと思います。基本的にまあ撮りたい時に撮る、もしくはまあ投稿したらへんで撮ろうかなーっていう、そんなイメージで今撮っております。はい、ということでマサラジ第62弾でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。まああとマサーリーごともセットで見てくれると嬉しい限りでございます。ということで、じゃあね。